それでは先生方、大変ご多忙の中にもかかりませず、しかもこの頻度がですね上がっておりまして、まあ本当にたびたびのこのような開催になりまして恐縮でございますが、熱心にご参加いただいておりますことをまずお礼を申し上げたいと存じます。また超ご多忙の皆さんに、この10分近くのですね時間を遅らせてしまいましたことは、これまたお詫びを申し上げたいというふうに思います。そしてこの ICT の成長戦略会議、極めてですね素晴らしい活動、それぞれのこの座長を、部会におきましてやっていただきました。それを全体として座長と座長代理が取りまとめをいただいておりまして、私は大いにこの成果が上がっているんじゃないかということで喜んでおります。そして皆様にも約束させていただきました通り、私どもはこの仕事は総務省の中でとどまるつもりがないんであります。まず自分たちがやれること、そして皆様方がですね各部会においてこれまで研究されていただいたこと、これをきちっと整理をした上でいかに国の成長戦略に埋め込んでいくかということだと思っております。私はあらゆるところで経済財政諮問会議、産業競争力会議、それから日本再生会議、いろんな、また科学技術会議のこともあります。いろんなところでこの私たちの取り組みを紹介させていただいております。我々だけではなくて農水省でも同じようなプロジェクトありますし、環境省においても国土交通省においても各省でですねいろんなことをやっていて、大体同じような方向になってるんですね。ただ具体的に本当に仕事として組み上げてあるのはどこかというと、私は皆様方のお仕事、そして我々のこの ICT 成長戦略会議の中がですね極めて実践的なものになっていると思っております。ですから今後骨太の方針、そして安倍内閣の成長戦略の中にですねしっかりと埋め込んでいきたい。政府が内閣と出すのは方針でございますから、その方針に基づいたプロジェクトは具体的に何をやるかという時に我々が今までの作業が役に立つんじゃないかと、大いに期待しておりますし、我々はそれをしっかりとですね進めていきたいと思っております。今日はこれまでの成果をそれぞれの部会ごとに取りまとめをいただいて、最終のですね作業に入っていただくわけであります。どうぞまた実のある有意義なご議論賜りますように、何よりも実践的なお仕事にしていきたいと思っておりますので、重ねてお願い申し上げまして、ご挨拶に返させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。